ハドソン・ホーネットは、ミシガン州デトロイトに存在していた、ハドソン・モーター・カー・カンパニーが1951年から1954年にかけて製造した乗用車。ハドソン合併後の後継企業である、アメリカン・モーターズ・コーポレーションでも、1955年から1957年まで、ハドソンブランドを継続して、ホーネットを製造した。第世代のハドソン・ホーネットは、 機能的なステップダウンデザインの車体構造を特徴としていた。これはフロアパンをフレームよりも低い位置に設置したもので、当時の他の車両と比べ低重心なシャシーとなりハンドリングに優れ、レース用のベース車両としても好まれた。ホーネットの低く構えた外観は独特の流線型スタイリングのためより強調された。ホーネットは この独特な低い外観と滑らかなハンドリングによって購入者の多くから個性的な自動車と認められていた。しかし大手メーカーの構成に押された結果第二世代のハドソンホーネットはスタイル変更でナッシュのバーチエンジニアリング車となった。1951年式ホーネットはすでにハドソンが1948年式。 コモドールで採用したステップダウンデザインを踏襲して採用していた。この構造はボディとフレームを一体構造とした一種のビルドインフレーム型のユニットコンストラクション方式でフレーム上にフロアパンを乗せるのではなくフレームレール間にフロアパンを埋め込んでいた。このためこのタイプの構造を持つハドソンの乗車時には一歩階段を降りるように乗り込んだのが命名の由来である。 ステップダウンシャシーの低重心構造は、機能的かつスタイリッシュでもあった。ハンドリングが向上しただけでなく、乗員6人が低い着座位置で、ゆとりのある贅沢な乗り心地を味わえた。ボディには、後輪ホイールアーチがなく、後輪は、ボディ外反で覆われて、低く構えた外観を強調していた。コーネットには2ドアクーペ、4ドアセダン、コンバーチブル、ハードトップクーペの仕様があった。 価格はコモドールイトと同程度で 2543US ドルから3099ドルだった。ホーネットは全てハドソンのコアシックストレート 6H-145 エンジンを搭載した。L ヘッド、サイドバルブ。フラットヘッドともデザインの排気量308。新インは当時乗用車用としては世界最大排気量の6気筒エンジンだった。 ビッグスリーに代表される他のメーカーからより、高回転向けの V 型8気筒エンジン搭載の新型車が次々と登場していた当時、シャーシ性能に優れていながら、エンジン開発余力の乏しさゆえに急平なサイドバルブ、6気筒の大排気量に頼らねばならなかったのは、量産規模が限られたハドソンの弱みであった。それでも手持ちエンジンを強化する最大限の努力がなされた。 その当初は2バレルキャブレターで 3800rpm 時トルク 145hp。エンジンは適切なチューニングをすれば、さらに出力が上がった。マーシャティーグはトリプル A やナスカーの検査を合格した、ストックカー仕様のホーネットで112マイルズパー、アワーを得たと主張した。ハドソンエンジンとホーネットの走行性能の組み合わせに、さらにチューンが施され、ダートばかりで、 補装部分が極端に少なかった1950年代のレースではパワーと低重心車足の効果で無敵の強さを見せた。1952年のツインエイチバージョンではデュアルシングルバレルキャブレターをデュアルインテークマニホールド上に置き 170HP と出力が向上した。ボンネットには機能的なスクープで外気をキャブレターに送った。 これは1954年時点では、ラムウェア以上の、ベンチレーションである。ハドソンが後に提供した、7X、モディフィケーションを装備すればエンジンは210、HP を出力した。1952年から1953年に、かけてホーネットは小規模な化粧替えを行ったが、まだ1948年式、コモドールの面影を強く残したままだった。 ストックカーレースでホーネットはほぼ無敵だったが、レースでの活躍にもかかわらず、販売が加工を始めた。ハドソンのライバル企業は、セミモノコック構造の部分導入はあっても基本は、ボディオンフレームの独立シャーシだったため、高コストとなるシャーシ設計の変更をせずに、ボディのみの手直しで毎年度、小変更を加えた新年度モデルを発表することができた。一方、ホーネットは、 モダンで洗練されたユニボディ構造がかえって制約となり変更にはより多くのコストがかかった。コーネットの本質は変わらないままだったがビッグスリーの計画的陳腐化の犠牲にならざるを得なかった。最終的に1954年式では主流のスクエアにデザイン変更された。室内を取り囲んでいたステップダウンフレームなどに大きな変更が必要で 工作機械ツール類の一新など生産コストに跳ね返ることになった。フロントはシンプルなグリルとなり、飾りでないフットスクープが装備され、曲面で一体形成されたフロントガラス。当時流行ったフェンダーのクローム飾りがボディサイドについた。以前はスロープ状のセミファストバッグだった、リアエンドはスクエアなノッチバッグになった。室内では新しくなったダッシュボードと、 インストルメントクラスターはかなり現代風となった。V8 エンジンはなくなり、308CU イン六ック、気筒シリーズ1番のーネットでは 160HP を出力した。レース用の 170HP ツイン H パワーが工場オプションだった。このデザイン見直しは、ルックスとスタイルの点では満点だったが、販売増に貢献するには時期が遅すぎた。改良された。 ホーネットブルーアムのコンバーチブル仕様はハドソンの唯一のコンバーチブル仕様だった。魅力的だったが、価格は1954年式6気筒モデルで 3288US ドルと高価だった。ホーネットの年式別生産台数1952年から1956年ハドソンワスプはより低価格のステップダウンホーネットだった。 ハーブトーマス S92 ファビュラスハドソン・ホーネッツ、レースカービルトツーレゼンブル、A ハドソン・ホーネッツハドソンは、スポーツカーレースに参戦した初の自動車メーカーである。ホーネットは、ストックカーが、ボディ外見だけを市販モデル風に取り繕って、レーシングシャーシに乗せた代物でなく、真の、在庫の市販車だった純粋な時代の1950年代初期に、ストックカーレースで主役だった。 ハドソンならではの低重心で流麗なボディは、レースフィールドで、その優位性を存分に発揮した。1952年には、マーシャル・ティーグが1952年、トリプル A シーズンに13戦12勝で2位に1000ポイントの差をつけて、フィニッシュを飾った。ナスカーエースのハドソンチームのハーブ・トーマス、ディック・ラスマン、AL、ケラー、フランク・マンティンド、ティーム・フロックがハンドルを握り、 ホーネットは27勝を挙げた。トリプル a レースではティーグが、ストック仕様ホーネット、ファビュラスハドソンホーネットでシーズン14勝を挙げた。48戦40勝、勝率83%でホーネットのシーズン記録となった。1952年ナスカーグランドナショナルで34戦27勝、1953年37戦22勝。 1954年37 0 17章と一般ラグジュアリー仕様の自動車としては素晴らしい結果を残した。ファビュラス・ハドソン・ホーネットはイプシランティ自動車歴史博物館で実写を見ることができる。ホーネット最後の3年間はハドソンの合併でアメリカンモーターズ・コーポレーションの製品として販売された。1954年以降、 ハドソンのデトロイト製造施設は閉鎖され、ハドソンモデルの製造はナッシュのウィスコンシン工場に移された。製造合理化が図られ、ハドソンはすべてナッシュの上級モデルをベースにハドソン独自の外装を与えたものになった。1950年代中期近くになると、ノッチバック型のサンボックススタイルが市場の主流を占めるようになり、 AMC もまたそのトレンドに従わざるを得なくなった。1955年にはハドソンは保守的なスタイルの自動車となった。クーペ、セガン、ハードトップが作られた。コンバーチブルはなくなった。特筆すべきは、初めてホーネットに V8 エンジンが搭載されたことであったが、この時代のアメリカ製中級車での V8 エンジン普及状況を考えれば、遅きに失した。 1957ハドソン・ホーネッツシリーズ80セダン1956年式ではホーネットにより特徴付けが図られデザイナーのリチャード・アービブにそのリデザインが託されたホーネットとワスプは1950年代を特徴づけるデザインとも言える V ラインスタイリングを作り出したハドソンの伝統的な三角をモチーフとして V 字型を社外車内の至るところに使った 当時のトレンドのツートーンカラーをさらに繊栄化した三色配色とも組み合わせされて、ハドソン社はその独特の外観で注目を集めた。しかし販売は伸びず、1956年の実績は前年の13,130台から8,152台へと下落した。1957年では歴史あるハドソンの社名はコーネットのスーパーとカスタムへの使用に限定された。 4度アセダンと2度はハリウッドハードトップがあった。2年目の V ラインスタイリングは横に大きく広がった格子状グリル、エッグクレートグリルとなり折り目状のクロームストライプがボディサイドに設けられた。カスタムモデルには5つの三色配色が使われた。飾りが多く使われた。丸みを帯びたリアクオーターパネル状のフェンダーフィネッツや フロントフェンダーの上に付けられた風変わりなツインフィンは、その代表的なものである。価格は安くなり、出力は高くなった。エンジンは、AMC の新型 327CU インデ4、バレルキャブレターとデュアルエグゾーストで 255HP を出力した。販売台数は3108台でしかなかった。1957年7月25日で、 ホーネット生産は終了した。この時点でハドソンブランドは終了し、AMC は以降、ランブラーだけを生産した。1970年にランブラーアメリカンの後継のコンパクトカーでアメリカンモーターズはホーネット名を再び使った。2006年にはダッチの小型4駆、コンセプトカーにホーネット名が使われた。ありがとうございます。